しかし、なぜこの活性水素に治療効果があるのだろうか。そのメカニズムについては次のような仮説が考えられるという。活性水素は様々な病気の原因となる活性酸素と反応し、水となることで活性酸素の毒性をなくしてしまうと考えられます。活性酸素は先ほどご紹介した活性水素と全く性質が異なり、別名毒性酸素とも呼ばれ、その強い酸化力から正常な細胞を次々と破壊し、様々な病気を引き起こす原因となっていると考えられている。この活性酸素は細胞が我々に必要なエネルギーを作り出す時や、人体がストレスを感じた時などに発生する。こうして発生した活性酸素は通常の酸素より電子が一つ多いので不安定な状態となり、電子の数を安定させようと、さらに体内の正常な細胞から電子を奪おうとするのだ。そして電子を奪われた細胞は正常な活動をすることができなくなってしまい、やがて死滅してしまうのである。ところが白畑教授によると、体内に活性水素が豊富にあれば、有害な活性酸素はちょうど一つだけ電子を持っている活性水素と結びついて無害な水になり、体外へ排出されていくのだという。では活性水素は具体的にどのような病気に効くというのだろうか。白畑教授による仮説は次の通りである。1、アレルギー。免疫細胞は体内に侵入してきたウイルスや異物に対して活性酸素を放出して攻撃し、感染症などから体を守っている。ところがこうした外敵を攻撃するときに、花粉などの本来攻撃する必要のないアレルゲンに反応し、毒性のある活性酸素を過剰に放出してしまい、周囲の正常な細胞を傷つけてしまうことがある。これがアレルギー症状である。しかしこの際、体内に活性水素があれば過剰に放出された活性酸素と結びつき、無害な水に変えることでアレルギーの症状を抑えることができるという。2、糖尿病。糖尿病は膵臓で作られるインスリンというホルモンによって血液中の糖分が細胞に取り込まれるはずが、インスリンが正常に機能しなくなることや、あるいは糖分を受け取る受容体に異常をきたすことによって起きる。実はインスリンを分泌する膵臓の細胞や受容体は活性酸素の攻撃に弱く、障害を受けやすいのだ。そのため活性水素によって活性酸素が無害な水に変化すると、インスリンや受容体が正常に機能し、糖尿病の症状が改善すると考えられている。3、高血圧。活性酸素が体内の不飽和脂肪酸と結びつくと、ドロドロとした過酸化脂質に変化する。これが血管壁にこびりつき、動脈硬化が始まる。その結果、血液がスムーズに血管を流れなくなり、高血圧となるのだ。だが活性水素はこの活性酸素と結びつき、無害な水に変えることで不飽和脂肪酸が活性酸素と結合し、過酸化脂質となるのを防ぐことができるという。4、ウイルスによる感染症。体内にウイルスが侵入すると、免疫細胞は活性酸素を放出して撃退する。だが大量にウイルスが侵入した場合、免疫細胞は活性酸素を過剰に放出し続け、その毒性のある活性酸素によって自滅してしまうことがあるというのだ。その結果、ウイルスの進行が進み、感染症を引き起こすのである。しかしこの時、活性水素が体内に取り込まれると、余分な活性酸素が排除され、免疫細胞が自滅することはないという。そしてウイルスは免疫細胞に撃退され、感染症などが治りやすくなるというのである。さらにイタリアの国立フィスカマテリア研究所のカルローニ博士によると、エイズウイルスに対しても活性水素が有効に働く可能性があるという。エイズウイルスは体内の細胞に入り込むとプロテアーゼという酵素を放出する。このプロテアーゼはエイズウイルスが増殖するときに欠かせないもので、カルローニ博士によると、活性水素はこのプロテアーゼと結びつく性質があるため、エイズウイルスの増殖を止めることができるという。
そして増殖できないエイズウイルスはやがて死滅していくため、エイズの症状が改善されるというのだ。5. がん。通常細胞は分裂を繰り返すために DNA の末端にあるテロメアという部分が短くなっていく。そして最終的にこのテロメアが全てなくなってしまうと、遺伝情報が伝わらず細胞は分裂することができなくなり、やがて死滅する。しかしがん細胞はテロメラーゼという酵素によって、このテロメアが短くなっても修復するため、死滅することなく無限に増殖し、我々の体を蝕んでいくのだ。ところが白畑教授によると、活性水素はこのテロメラーゼとテロメアの結合を妨害する作用があるため、がん細胞を通常の細胞と同じように寿命のある細胞へと変え、